ラッシュグリードテレビに出まーす。どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで今日は報告がね、2つあります。1つはなんと僕テレビに出ます。しかも長年やってきた FPS ではなく、ガンダムの方でテレビに出ることになりました。 GHS のガンダムエボリューション特集ということで、12月にね、ガンダムエボリューションがコンソールに向けてもね、リリースされるので、そのリリースに向けたガンエボの特集番組になってます。で、僕初めて、板倉さんだったりとか3代目のエリーさんと共演させていただいて、非常にいい経験になりました。それとね、僕と同じ FPS 配信者で、ガンダム大好きでガンエボ動画を上げてるジャンヌさんもね、一緒に出演して、初めてね、ジャンヌさんとね、リアルで会いました。放送日の方は、こちらになってます。こうね、僕多分今こうね、字幕で出してると思うんですけど、詳細等はこちらになっております。まあ多分ね、夜中だと思うので、まあ皆さんの予約とかね、ポチッとポチッとしていただければなと思います。いやね、親にもね、テレビ出ることになったって言って、おお、なんだあれか、いつもやってるゲームかとか言って、いや、ガンダムって言ったら、ガンダムって、ガンダムって、まあそうなるよね、まあそうなりますよ。もうとっくに親は僕がね、ガンダム卒業したと思ってますからね。最近復活しちゃったからね、ガンダム熱がね。他の動画でも話しましたが、僕3歳の頃にお父さんにね、初代ガンダムを見せられてから、ガンダムめちゃくちゃ好きなんですよね。でも実家のガンプラ動画もね、上げてガンプラ紹介したんですけど、なんか地味に伸び始めてて、でなんかガンダムクイズみたいな動画も上げたら、なんかそれも11万再生ぐらいいったかな。なんか地味に伸び始めちゃって、でね、思ったんですよ、このラッシュグリードチャンネルね、まあ今までこのコールオブデューティーから始まり、 APEX とかその FPS をメインに、たまに筋トレみたいな、FPS をメインに上げてきました。で、もちろん今も FPS をメインに上げてます。で、たまにその僕がね、こうガンプラとか、まあ、ガンダム、ね、ガエボもやったからさ、ガエボからねちょっとスタートしたんだけど、まあガンダム好きマックスの動画を上げるわけじゃないですか。そうするとやっぱこうね、どうしてもね、コールオブデューティーファンとかね、 FPS ファンからすると、なんだこりゃってなるわけですよ。それはね、なんでこいつ COD で登録したのに、なんでガンダム上げてるんやみたいな。で、逆にこうガンダム動画からね、チャンネル見に来た人は、なんかガンダムで登録したのに、なんか FPS やないかこれみたいな、この人全然ガンダム上げないじゃないかみたいな、そういうもう完全にこうね、ファン層が全く違うので、どうしようかなと思ったんですよ。でね、今回ね、ガンダムチャンネルを作ることにしました。ガンダム専用チャンネル、通称グリちゃんガンダムチャンネルですね。まあ主に12月からね、コンソールがリリースされるガンエボの動画だったりとか、ガンプラ動画だったりとか、なんか実写ガンダム見に行ったりとか、実物体見に行ったりとか、購入品紹介とか、普通に単純にガンダム語る系のね、動画だったり、あと最近やったガンダムクイズみたいな、そういうね、ガンダム系、もう僕が心置きなくガンダムを解放できるチャンネルを作ろうかなと思いました。で、あんまりその仕事っていうよりは完全に趣味チャンネルですね。なんかもうあんまり正直数字とかそういうの気にせず、単純に僕のガンダムをね、出せる場所として作ろうかなと思いました。まあ特にこのチャンネル見てる人で、まあそのチャンネルを登録しに行こうかなみたいな人はかなり少ないと思うんですよ。だから本当にね、別の層に向けてのチャンネルになると思います。まあもしね、僕の今チャンネル登録してる方で、まあそのガンダムを今後見たいよって、僕もガンダム好きだよみたいな人は、ぜひね、概要欄からね、登録していただければなと思いますので、よろしくお願いしますね。初の、ね、やっと YouTube 何年目かな、もう6年、そんなやってないか、まだ5年ぐらいにしてこう初めてね、こう YouTube の別チャンネルを作るっていうことをするわけなんですけど、やっぱり最初怖かったですよ。で、サブチャンっていうね、基本的に全然伸びないんですよ。なんか数字がこう露骨に出て嫌なんだけど、でも正直ね、全く別のジャンルだし、別にあんま数字気にしてないというか完全に自分の趣味をね、解放するだけのチャンネルなんで、すごく気楽にやれるので、ちょっと作ろうかなと思いました。というわけで、よろしくお願いします。もしかしたら今後なんか筋トレチャンネルとか作ってもいいのかなっていうふうに思い始めましたけども、
今後はね、こういう形で活動していこうかなと思います。よって、今日はね、テレビ出まーすと、チャンネル作りまーすというわけで、これからも、ニュータイプラッシュグリードよろしくお願いします。皆さん、水星の魔女見てますかね？ちょっと僕のエアリアルくんです。くんじゃないかもしれないけど。ね、まあ、墨入れと、艶消しとデカールだけしたんですけど、いや、すごいよくできてます。ちょっとウェザリングとかはしないんですけど、ちょっとね、ガンプラ系もね、なんかやっていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。いやー、いいっすね。